はい、今回2回、2本目の動画撮っていきたいと思うんですけど、まずですね、アーキャドをいじっていくにあたって、どこをいじっていったらいいね、何を触っていいか、まあ分かれへん。ビムっていうのはなんとなく分かったけど、分かれへんっていう方向けにちょっと撮っていきますね。それでまずですね、このデザインっていうところに壁ツールであったり、柱ツールであったり、こういうスラブツールであったり、いろんなツールがちょっと感覚的で結構分かりやすくここに配置されています。ここを調べたり、まあ、いじっとけば勝手に分かっていくと思うんですけど、基本的にこのね、この壁を引くにしても、まず絶対にこのデフォルト設定っていうところを皆さん絶対設定してください。まずここを設定するときにですね、この常備リンク、何階まで壁を伸ばすのか、3階まで4階までいろいろまあできるんですけど、リンクなしであれ自分が好きな高さに変えることもできます。こういうのも設定したり、じゃあ部材何にすんの、石膏ボードであったり、さっきのコンクリートであったり、木造も S もあります、何でもあります、やったりっていうのを決めて、でボスさん何ボする、じゃあ今回100にします、100にしますみたいな感じで、こうやってまず自分のデフォルト設定を決めてください。まずこの下とかちょっとややこしいので、だいたいここら辺だけ見ていただければ最初は大丈夫だと思います。これで OK を押した上で壁を引いていく、はい、ちょっと、ね、直角になってないんですけど、まあ、こんな感じで引いていただけると OK です。じゃあこれでこのデフォルト設定やっちゃうと全部こうやって反映されちゃうんやったら、1個だけ書いたい、1個だけ書いたいのであれば、この矢印ツールを選んでいただいて、じゃあこいつを書いたい、何を書いたい、ゴツさを書いたいってなったらここを選びます。じゃあここデフォルト設定じゃなくて選択した全てってなってるので、選択したものだけが変わります。ここにゴツさん200にしましょう、壁厚さ、じゃあ勝手に200に変わります。でも他のやつは100のままです、ってな感じで、このデフォルト設定と選択した後の設定っていうのをうまいこと使い分けていくと結構うまくいくんじゃないかと思います。今回の動画はこれでおしまいです。ありがとうございます。